プログレス M-21M はロシア連邦宇宙局が2013年に国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA や JAXA ではプログレス53、53P などとも呼ばれる。プログレス M-21M は2013年11月25日20時53分6秒にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズ U で打ち上げられた。 2013年11月28日の ISS への近接のサイクルスなドッキングシステムが試験された。プログレス M-21M は2013年11月29日22時30分20秒に ISS のズベズダにドッキングした。2014年2月13日 M-21M は ISS の軌道をほぼ10分程度のエンジン噴射で 2km ほど 上昇させる軌道変更に利用された。クルスナの2013年11月の最終試験中の問題のため、2014年4月に再度クルスナの試験が行われ、2日間の自由飛行を経てドッキングに成功した。M-21M は2014年4月23日8時58分にズベズダからドッキングを解除し、 二日後の4月25日12時13分に同じドッキングポートに誘導されて戻り、再度ドッキングした。プログレス M-21M は、その後2014年6月9日13時29分に ISS からドッキングを解除し、同日の17時23分に軌道から離脱し、地球に再突入した。プログレス m 十一 m は燃料、水、補修機材、 化学実験用品、食料、クルーの個人用品など2.5トン近い貨物を輸送した。輸送用品の合計重量は 2398kg であった。ありがとうございます。